はい、前回は白夜王国編についてシナリオやストーリー、シナリオや世界観、そしてデザインでゲーム性についていろいろと皆さんに聞いていただきましたが、今回はアンヤ王国ですね、もう一方の側のアンヤ王国について、またシナリオのどのような流れなのか、そして世界観やデザインについてお話をしていきたいと思います。まだストーリービデオ1を見ていない方はぜひまず1を見ていただいて、そしてこちらの2に来ていただくと大変分かりやすいかと思いますので、ぜひ1もご覧ください。まあ、ではまずシナリオを考えた前田さん、アンヤの特徴についてお聞きしてもよろしいですか。はい、アンヤは、アンヤ王国の兄弟たちは国が弱肉強食の国であるということから、まあ、彼らもその気質を持っている存在になります。で、アンヤ王ガロンは、白夜王国へ侵略しようとしてそのような命令を出しまして、アンヤの4兄弟たちも王の命令に従って白夜に侵略しなければならないという状態にあります。彼ら自身はそれぞれ個人の思いはありながらも、あるものは国のためであったり、まあ、あるものは別の目的のために白夜王国へ侵略していくということになります。主人公カムイですね。はい、このカムイ、このキャラクターの立ち位置についてちょっとお聞きしてもいいですか。そうですね、カムイ主人公は、まあ、白夜でもアンヤでもないという独自 の、 立ち位置におりまして、物語開始時点ではアンヤの国でアンヤの兄弟たちと共に暮らし、彼らの兄弟のように過ごすんですけども、実は主人公は主人公カムイは白夜王国の人間であるということが後に分かると、その状況で、実の家族がいる側と共に育ってきた家族がいる側とどちら側につくべきかというような選択を迫られるということになります。なるほどですね。まあ、ビデオ1では白夜についていろいろ苦労をお聞きしたんですが、今回はこのアンヤについてのいろいろなお話と、それから主人公ですね、どちら側にもついていない状態で始まるというところも、苦労のポイントかと思うんですけども、このあたりも含めてちょっとお聞きしてもよろしいですか。まあ、今度アンヤの方は逆に青とか紫とか、どちらかというとちょっと涼しいとか冷たいとか、そういったイメージを連想させるような色合いで揃えたのと、あと王族はみんな兄弟同士で髪の毛の色を必ず共通点をこう持たせたりとか、ちょっと血筋っていうのも意識したりとか、しましたね。で、まあ、主人公、カムイについて、なんですけども、まあ、マイユニットということで髪の毛の色はもう変えられるので、まあ、その辺はあんまり深く考えずにデザインをしたというところも、まあ、あるんですけど、とりあえず、まあ、一番特徴的なのは衣装ですかね。まずはその第6章に行ったところでプレイヤーの皆さんは多分選択を迫られるんですけど、まあ、その時になるべくフラットな気持ちで選択に挑んでもらいたいということで、ということもあり、主人公はなるべくどっちにも寄せないデザインということで、っていうのも考えて、デザインしましたね。やっぱそういうところがあって、ちょっと白と黒みたいなのも貴重になってるとか、そういうのはあるんですかね。それは初めて。確かになってます。じゃあそういうことでしょうか。あと変わったデザインといえば、まあ、よく聞かれるのはなんで裸足なんだ。はい、気になりますね。聞きたかったそれ。カムイね、一番最初にデザインしていただいたキャラクターでいきなり裸足着たんで、わっ、竜の血が濃いっていう話は、最初の方からいただいたので、まあ、それだったらそのちょっと竜の血が濃いっていうことは、まあ、ちょっと動物っぽいとか、あとは囚われの身であるとか、そういったイメージっていうのを、まあ、全体的に考慮して、あとは、まあ、見た時になんでって思わせるフックにするっていうのも、ありっていうので、まあ、いろいろ考えて、もうこれはなかったなって裸足でやってみようっていうのが、ありましたね。まあ、多分竜の血が濃いんで足の裏の皮の厚さも厚いのかな。まあ冗談ですけど、はい、では次に
アンヤのゲームプレイについての特徴を樋口さんにお聞きしたいと思います。はい、先ほど、白夜はフリーマップの方があるというシステムの方をお話をさせていただきましたけども、アンヤは白夜と違ってそういうふうなシステムがなく、限られたリソースの中でどうやったらこの局面を突破できるかというところを頭を悩ましながら進めていってもらいたいなというふうに思って、こちらの方を、そういう形にさせていただきました。もう両方とも、ね、それぞれまあスタイルが違うんで、ね、それぞれまあ好きな方を遊んでいただけたらなというふうに思います。確かにそうですね、アンヤは条件が厳しいっていう。そうですね、特にね、白夜と比べてちょっと難しくしてますので、はい、本当泣きそうになりながらプレイしてまあ、ファイアエンブレムをプレイしたこと経験ある人だと結構その難しさが気持ちよかったりするんですよ。そうやっぱりやってる手応えあるっていうのがやっぱ一番感じたのはアンヤでしたね。マップのシチュエーションはまたこうなかなか厳しいシチュエーションが多くて、何クソって言ってね、いつも苦しいいつも苦しい、うまくね、防塵後塵をね使い分けながら進めないとダメな局面っていうのもあるんで、はい、そういった意味では白夜以上にこうね、いろいろとこう悩ませながらね、やっぱり遊んでもらいたいなと。難しい用のため その、まあ、救済策として、まあ、前田さんがフェニックスモードっていうのを提案していただいたので、そうですね、難しめであるためにフェニックスモードというのを入れまして、まあフェニックスモードは本当にその、名前の通りで、そうですね、そうですね、やられたユニットがすぐに復活するという形で、本当にその慣れてないお客様でもきっとクリアしていただけるだろうという目的のものですので、全くやったことがない方でも楽しんでいただけると思っております。あれですね、そのレベルが足りなくて勝てないじゃなくて、その攻め方が間違っててクリアできないとか、そういったあれなんですよね。だから攻め方を見つけると途端にこうクリアできたりとか、そういったものを探す楽しみみたいなのもかなりありましたね。限定です。そうですね、だからそれに慣れてると僕なんか全然難しいと思わないんですよね。あ、楽しいっていう風に、ね、なっちゃうんですよね、なんかその自分で道を見つけた楽しみみたいな。まあ死ぬんだけどね、お茶会になっちゃう死ぬんだけど、もうレベルデザイン、ステージマップデザインの人が僕がこう見つけた裏道のさらにその先の構えとかやられたと思って一瞬のお茶会を、ね、見逃さないんですよ、ゲームの側がね。やられてしまうっていうか、そういう緊張感がありますね。アンヤの面白さですかね、ゲーマーの人はちょっとアンヤチャレンジしてほしい。そうですね、はい、あと白夜でもありましたけど、そのアンヤ特有 そのクラスとか武器みたいな話もあったら、ぜひ ここで紹介しておきたいんだけど、アンヤ特有のクラスと、例えばレブナントナイト、まあ、アンヤ王族であるカミラの継承なんですけども、まあ、ドラゴンゾンビ的な、まあ、そのそういったまがまがしい竜に乗っている騎士ということになります。やっぱそうやってアンヤ王国の世界観とかからモチーフになっている。そうですね、アンヤ王国はその火が差さないということから、まあ、ある種ヴァンパイア的なダークなファンタジーというようなテイストも入れたいと思っておりまして、そこから出てきた兵種になります。今まで敵だと思って倒してた相手が、相手側にもちゃんと理由があって戦っていた。今回のこのファイアエンブレムではその両側についてきっちりと作られていて、それぞれを白夜編、暗夜編として用意しているということで、これ片一方を遊んでみると相手の気持ちってどうなんだっていうことがね、気になるんですね。まあ、そんな時は反対側も遊んでいただくと、なるほどなっていうふうに今までのゲームを遊ぶのとちょっと違う感想が得られるんじゃないかなと、まあ、そんな風に思っております。2回に分けて皆様に、ファイアーエンブレムフェイツの特徴を紹介してまいりましたが、皆様最後までご覧いただきましてありがとうございました。